今回は J リーグで起きた大誤審について紹介します。サッカーはスポーツの中でも審判の判定が試合に及ぼす影響が大きいため、時には誤審によって試合の体制が変わってしまい大問題となることもあります。この動画では J リーグで起きた大誤審の中から特に大きな話題を呼んだ4つの誤審を取り上げます。ぜひ最後までご視聴ください。まず紹介するのは2022年9月10日に行われた J1 第29節の横浜 F ・マリノス対アビスパ福岡戦で起きた誤審です。前半6分、左サイドでボールを持った西村拓真は奈良達樹が寄せてきたところでさらに外側の味方へパスを出します。パスはつながりましたが、勢いよくタックルを仕掛けてきた奈良の足裏が完全に西村の足首に乗っかる形となり、西村は倒れ込みます。味方にパスがつながったこともあり、このファールは流されプレー続行となりましたが、その後プレー再開後も主審の御厨貴文からレッドカードはおろかイエローカードまで提示されませんでした。スローで見れば明らかに足裏が入る危険なプレーにもかかわらず、 VAR からオンフィールドレビューも進言されず、このプレーは不問となってしまったのです。悪質なタックルを受けた西村はしばらくプレーを続けたものの、20分過ぎに再び倒れ込みプレー続行不可能となってしまいました。元 FIFA 国際審判の家本正明はこの件について、 100% レッドカードであると認識しにくいというレフェリーチームの判断で、主審にリコメンドしなかったという判断だったと思います。ただ一回確認すべきだったと思いますとコメントしており、審判団の判断に一定の理解を示しながらも確認を怠ってしまったことに苦言を呈しました。今回のケースではそもそもファウル自体が流されており、イエローカードも提示されなかったことから、主審がこのプレーを見逃していたという可能性もあります。主審の判断を尊重しつつも VAR も導入された今、もう少し柔軟に対応できたらこのような悪質なプレーは見逃されなかったのではないでしょうか。結局この悪質なタックルを受けた西村は左足関節外側靭帯損傷と診断され、1ヶ月以上の離脱を強いられることとなってしまいました。東アジア E1 選手権でも活躍し、乗りに乗っていた西村にとってはかなり悔しい離脱となってしまった一方、 SNS では奈良への批判が殺到し、過去にパトリックに対してお前ら J2 行きだと発言したことが掘り返されるなど、誹謗中傷も多く見受けられる事態となってしまいました。続いて紹介するのは2019年5月17日に行われた J1 第12節の浦和レッズ対湘南ベルマーレ戦で起きた誤審です。レッズが2点リードで迎えた前半31分、中央やや左で相手ディフェンダーをかわしたベルマーレの杉岡大樹が左足を振り抜くと、ボールは右ポストを叩き反対側のサイドネットに突き刺さりボールが出てきます。ベルマーレの選手やサポーターはゴールを確信し喜びますが、レッズのゴールキーパー西川周作が出てきたボールをすぐに味方に渡すと、主審の山本雄大はプレー続行を指示します。完全にゴールしたつもりだったベルマーレの選手たちは戻りきれず、3対1の局面を作られますが、なんとかゴールキーパーの秋元陽太がこれを防ぎ失点は免れました。失点こそ免れたものの、当然ゴールだと思っていたベルマーレ陣営は猛抗議します。それでも判定は覆ることはなく、このままプレーは再開されました。試合はこのゴール取り消しによって不利に立たされたベルマーレが底力を発揮し、2点ビハインドから同点に追いつくと、後半アディショナルタイムで山根美希の劇的ゴールで魂の大逆転勝利を飾りました。大誤審が逆に選手たちを発奮させたのかもしれませんね。しかし試合後には SNS などで批判が殺到し、当時ヴィッセル神戸所属の田中純也をはじめとした J リーガーからもこの誤審に対するコメントが発信されました。この日主審を務めた山本は、自分の気の緩みにより後ろからボールを追いかけてしまい、右ポストに当たった後のボールが見えなかったと語っています。そして横から見ていたはずの副審から入っていないと無線が入ったそうで、それでプレーを続行させてしまったとのことでした。その上で山本はプレー続行の判断をした自分に責任があると反省の弁を述べています。 VAR 導入前の2019年に起きたこの世紀の大誤審は、2020年からの VAR 導入を推し進めた大きな要因となりました。なお2020年は新型コロナウイルスの影響もあり、VAR の導入は第一節のみとなっており、
2021年から本格的に VAR が導入されることとなりました。次に紹介するのは、2017年8月16日に行われた J2 第28節のマチダゼルビア対名古屋グランパス戦で起きた誤審です。グランパスが4対3でリードし迎えた後半終了間際、抜け出したグランパスの青木亮太を深津光太がスライディングで倒してしまうと、すぐさま得点機会の阻止として主審の家本正明はレッドカードを提示します。しかし家本は倒した選手が誰なのか見えておらず、この後副審に確認に行きます。すると戻ってきた家本から退場処分を課されたのは、このプレーに関与していなかった平戸大輝でした。平戸は納得できない表情を見せますが、判定は覆ることはなく、このまま退場となってしまいました。試合後、町田ゼルビア側はクラブコミッショナーに口頭意見をし、家本は2試合の割り当て停止処分を受けることになりました。当然この前代未聞の人違い退場には批判が殺到し、ネット上では厳罰を望む意見が散見されました。しかしこの判定にはもちろん家本自身のミスもあったものの、もう一つの原因がありました。実は家本がレッドカードを提示した際、ファールを犯した深津は一度ピッチの外へ出ようとしたのです。ところが両チームの抗議で混乱しているところで、深津は何事もなかったかのようにピッチに戻ったため、家本は誰がレッドカードの対象かわからなくなってしまったようです。本人が後日語ったところによると、副審や第四審判に聞いてもわからず、両チームの選手たちに聞いても協力は得られず、結果的に平戸という誤った退場者を生み出してしまいました。 VAR がなかったこの時代、見逃してしまったものは人から聞く以外に情報を得ようがありません。家本が見逃してしまったことや誤った最終決定をしてしまったことの責任はもちろん大きいのですが、退場をごまかそうとした復活や、そのことを知っていた選手からの協力を得られなかったことも、この前代未聞の誤審を生んだ原因であり、改めて審判という立場の難しさを感じさせられる事件でした。最後に紹介するのは、2019年の7月14日に行われた J1 第19節の横浜 F マリノス対浦和レッズ戦で起きた誤審です。マリノスの1点リードで迎えた後半14分、マリノスの遠藤啓太が左サイドを抜け出し、シュート性のクロスを送ると、オフサイドポジションにいた中川輝人が競り合いの中から胸で合わせゴールネットを揺らします。中川はディフェンスラインより明らかに前方、そしてクロスを上げた遠藤よりも明らかに前方に位置しており、オフサイドかと思われましたが、副審の旗は上がらずゴールが認められます。その後副審の進言がありオフサイド判定となり、一度はゴールが取り消されますが、再び協議が行われると9分間の中断を経て、なんと再びゴールと認められてしまいました。これだけでも不可解な判定だったのですが、さらに問題視されたのは、松尾が自分では決められない、決めるのは運営と説明したとレッズの一部選手から伝えられたためでした。この発言については後に得点者の情報のことであると明かされましたが、この不用意な発言がことをさらに荒立てる結果となってしまいました。判定が2点3点した原因は後の議論で、ゴール判定後にレッズの橋岡大樹から山中亮介への交代が認められていたため、判定を覆すことができなかったという説が浮上していますが、松尾本人からは語られていないため、その真偽はわからないままです。結局この騒動により、松尾は1ヶ月の試合割り当て停止処分を受けることとなりました。またこの試合は先に紹介していた杉岡のノーゴール判定の2ヶ月後に起きたものであり、この件でさらに VAR 導入の必要性が解かれることとなりました。いかがでしたか？もちろん誤審は許されるものではありませんが、審判も人間であるゆえにミスは起こってしまうものです。今回紹介した4つの誤審も様々な要因が重なって起きたものであり、十分な検証が行われれば防げたものであったと思われます。その意味でも、2021年から本格導入された VAR を有効活用していくことが今後の重要課題になってきますね。